見たぞ。みんなよく聞いてくれ。龍座の上では人だけでなく魔物も。あ、そっか、動きづらいのは魔物も同じってことね。ん、二人ともいい読みじゃな。みんな龍座の動きに注意して戦うのだぞ。勇者の上を普通に歩ける靴があれば作戦の幅が広がるんだから。確かにそんな発明品があったら便利ね。時間ができたら考えてみようかしら。え、本当にできるかもしれないの？すごい、さすがは研究所の所長さんね。なるほどな。浮遊する魔物は龍砂の影響を受けない分素早く進んでくるか。私も高く浮遊できれば。いや、やっぱり高いところがちょっと。そろそろ町の外の魔物も打ち止めか。最後まで気を抜かずに戦い抜くのじゃ。この勝利、姫様に捧げます。
なりの数の魔物ですね。姫様、ご無理はなされませんよ。大丈夫よクリフト、このくらい楽勝楽勝。肌を焼く強い日差し、武術大会に出ていた頃を思い出すの。
武術大会、いい響きね。私リルクさんとも勝負してみたいわ。はい、もうほほうおおうん、
また来てくれよな。いらっしゃい。ありがとね。こんにちは。それではまた。ようこそ。さあ、神に祈りを。神のご加護があらんことを。いざ突撃！この辺りは強い魔物が多いようですね。姫様、お下がりください。ここは私が。もう本当にクリフトは心配性ね。このくらい全然へっちゃらよ。かっこいい。私も負けてらんないわ。よし、ガンガン行くわよ。みんな元気がいいのは何よりだけど、命を大事に。
箱は人食い箱だったか。人食い箱は命を奪うザキの呪文を使ってきます。ご注意を。わかりました。はい、いいわよ。わかったわ。
よし、片付いたっと。